今日いろんな配信見てたんだけど、なんか今日ね、なんか偶然、船長さ、全然さ、エーペックスとかってさ、やらないしさ、全く関係ないんだけどさ、なんとなくね、なんか祭り先輩がエーペックスってすごい強いらしいじゃん。どんな感じなんだろうと思ってさ、今日なんかやってたからさ、見に行ったのよ。したらね、なんかね、もうめっちゃ偶然、ちょうどなんか、チャンピオンになってる瞬間で、すごい得した気分だったね。あ、なんかいいもん見れちゃったなってなったわ。すげえ、やっぱ上手いんだなって思って。まあ、でも船長、本当に、なんだろう、自分はやらないから、全く何が起きてるか理解できずに見てるだけなんだけど、エーペックスとかって、なんか、試合観戦みたいな感じを、なんかバレーボールとかさ、自分が競技しなくても、スポーツ観戦ってこんな感じなのかなって思った。現代のスポーツ観戦っていうのはこういう e スポーツ。めっちゃなんとなく見てたけど、全然気づかなかったけど、気づいたら1位だったんだよね。すげえ、マジで。ねねちはすご、ねねちもすごかったな。もうホロライブも、土日は昼からね、ペコラとかスバル先輩とか、みんな、配信してくれてるから、船長今日はね、マジ声が、声がガッサガサなんだけど、マジでちょっと、喉が終わりすぎて、喉が終わりすぎて、もう喋るの息切れしてきた。声出ない。声出ません。無理しないで、ちょっと抑えめの声で喋ろうと思います。君たちショタボでも愛してくれる？帰っとくか。ごめんね。咳払いうるさくて。ダメージがでかい、ダメージが。光彦ってこと？確かに、ショタって、ショタマリンって言ったらもうそれって光彦かもしれない。光彦ってでも意外と声高いからな。第一、こんな声枯れてないしね。光彦、結構光彦って、キマチが思ってる以上に声可愛いですよ。彼。大谷育恵さん、偉大だなと思います。あの可愛らしいお声。結構船長いろんな声優さんに声似てるって言われるんだよね。最近ね、みんな知ってるかわかんないんですけど、ギルティギアの、ね、メイちゃんに声が似てるって言われましたよ。キマチ知ってる？ギルティギアのメイちゃん。似てるって言われた。ギルティギアのメイちゃんってね、声優はコオロギサトミさんなんですけど、船長、真似できる気がするもん。似てるか？多分ね、真似すればね、真似できると思う、船長。イルカさーん！だって要するにミコチのあれだから。こういう感じ、こういう感じの、ちょっとこういう感じの声でしょ？要するに。ちょっと船長が、喉をこう、キュッとした時のこの感じでしょ。喉キュッとすればいろんな声出る。ブリジットってギルティギアじゃないよね。ブリジット自体は知ってる。あ、男の娘でしょ？なんかシスターみたいな格好してる男の娘でしょ？声枯れ散らかしてるわ。ひまわり。あたたたたたたいたい。でも、まあ、あたたたいたいたいくらいは誰でもできると思うけど。ブリジットってギルティギアなの？知らなかったんだけど。そうなの？ブリジットってギルティギアなの？本当？ブリジット知ってるよ、船長さ。昔どうしようもないショタコンだったから、可愛いね、男の子はね、知ってるのよ。ちょっとおっとりした金髪のシスター服着てる男の子でしょ？そうなんだ、知らなかった。今時のギルティギアにはでもいないよね。いる？今時のギルティギアに。じゃあ、ピチューとピカチュー両方いけるってこと？あ、そっか、ピチューもコオロギサトミさんですからね。ピチューむずいけどね。いない？なんで？人気なんじゃないの？ブリジットって。なんでリストラされちゃったの？人気なんじゃないの？一番エッチじゃん、ブリジットが。女キャラを抑えて一番エッチまであるじゃん。なんで？時代が追いつかなかったの？そうなんだ。可愛いのにね。あ、これで全部塗ったかな？はい、ということでね。そんなこんな言ってるうちに下塗りが完成したので、じゃあこっからね、こっからブイブイ塗っていこうと思います。マジ今日喉終わってるわ。本当に終わり。声出ないですね。